ガロガロガロだよ、ガロオンじゃないよ、ガロ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 、おれおれおれ、ガロ、はい、ゴンちゃんとデデツはお留守番ですよ。はい、ゴン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 、鉄ゴン、留守番頼むよ。サビ、じゃあ行きますか。待ってください。ちょっと待ってて。おめでた方がいいぞ。してるのかい。お前寝ろよ。知らんぞ。おい、海。分かってねえな。ああ、いい天気だな。もう一踏ん張り行きますか。行くぞ。先生、お願いします。よろしくね。絞ってるね。これの走れますよ。うちのはいい。食うからなあいつ。鹿ですね。そこにうんこあった。え、分かんなかった。いたんすか。足の鳴いた声聞こえました。はい、結構こっちから風が入ってるじゃないですか。こっち回る前になってた音っすか。あの、グーって言って見えた音、声聞こえました。あ、グーは聞こえなかったですね。ここで出てたんですね。なんか音がしたっすよね。音が聞こえたっすよね。で、高橋さんがこっち行って、あれこっちいるんかなと思って。そうなんですよ、前に今出てきたの。
時はあれ、その辺でグッとこうしてこうやって落としたんで、ああと思って玉入れてすぐこっち来たのは何かけてっちゃいましたね。ちっちゃいけどね。これでシシでもどのぐらい追います？ぐらいとか落ちちゃいますよ。あ、でもそんなもんすか。そうですね、諦めてるところになりますね、うん、でうちのも同じぐらいだな。100、相方がいると400までいっちゃうときあるんですけど。そうですよね、体験だとその分戻りが早いんですよね、はい、どっか資源とかがあったら入り込んで止まってまたガーンってやりだすんで、その時は行くんですけど、もうこういうスケヤマの時はもう行かないで待ってます、ね、今までで一番しぶといやつがこうやって見える状態で寝てないで完全にこの輪の中に入っちゃってバッと立ってその辺で焦りましたよ俺いたんだってな。長野の方とかでよくない気が、寒いところだともう見ちゃうんですよね。見切りしてたら、見切りして行ってたらなんか変になんかもう膨らんでんなとかって思ったんですけど、見気にしないでああやって歩き始めたらバッと立ってバーッ。あと空き家の下とかで寝てたりするんですよね、うちの方だと、廃墟があってもういないですよ、前多かった時は廃墟とかハイモーテルの屋根の下とかで、それもなんか木の葉に潜ってたりとか、結構こういうとこでダッとあったりとかして分かんないですね。結構でもでかいのいるんですね、生き物みたいな。ああ、そうですね、のぞみてたら結構でかいですもんね。はい、逆にちっちゃいのが昔はいっぱいいましたけど、なんか個体数が減ったら当たるとでかいのが多いかそうな感じがしますね。今年はちょっとでかいの当たってないですけど、そんな生き地獄を味わうことか一番見てます。毎日毎日サムネが取れなくて、それでも諦めずよく行ってたなんか奥様が他の犬にしようかなった時にそんな諦めちゃうんだったら飼わない方がいいみたいなのを一回見せたことが面倒見お世話しないとか、そうだ心折れかけてて。本当だ、もうでもいやいや、もうそんなこと言ってもらって、とんでもないです。そういうところでいそうだけどね、今ハメ跡あったからね、潜んでる、はい、潜んでそう、この辺話したら行くかもよ。でも撮っても嫌だから。いますよね、多分いると思う。思いっきりね、いや。いるでしょ、これ多分、やっぱ。
あんだけ喋ってましたもん。